ワークロードオートメーション動画シリーズへようこそこの動画では CtrlM の機能の一つであるルールベースドカレンダーズを紹介しますこの機能は非常に強力なスケジュール設定機能となります使用を開始する場合ワークロードオートメーション GUI を起動しプランニングドメインに移動し Tools タブを選択しカレンダーズを選びますこのタイプのエディティングセクションにて New ボタンをクリックしルールベースドをクリックします ここでは新規のカレンダー名を入力します例として毎月最後から2番目の火曜日のみにジョブを実行することにします名称をセカンドラストトゥーズにし20文字以内に限定します設定を行うベストな方法はマンスデイズを選択しデイズフロムエンドブマンスを選択しますこのセクションでは月末より遡って数えていき どの日から見ても最後から2番目の火曜日を選択するには矢印をクリックして月末から数えて8日目より14日目を選択しますそして「リミテーションズ」を選択し拡大させ火曜日である「Tuesday」を選択します毎月なので「All」を選択します もしフォアキャストをインストールしている場合にはブースケジュールをクリックし最後から2番目の火曜日が毎月選択されていることが確認できますカレンダーの設定を行い OK をクリックしチェックインをクリックしますここでは作成済みの2つのカレンダーを合わせてみましょう先ほどのセカンドラストテューズ及びラストデーをマージしてみますそのためにはこの2つのカレンダーを該当のジョブにアサインする必要があります もしこのジョブがスマートフォルダー内にあればこの2つのカレンダーをスマートフォルダーに追加しますスケジュリングタブにて CtrlM ル,ルールベーストカレンダーを選択しますフォルダーを毎日オーダーしたいので Everyday カレンダーは残しておきます該当の2つのカレンダーがスマートフォルダーに追加された後で同じカレンダーをフォルダー内のジョブにアサインできます フォアキャストがインストールされている場合、ビュースケジュールをクリックし、指定したカレンダー通りにジョブが実行されるかを確認できます。最後から2番目の火曜日と月末の日のみが指定されていることがわかります。この度は、ワークロードオートメーション動画シリーズをご覧いただき誠にありがとうございました。